ってね、ちょっと装飾する。よいしょ、はい、かっこゆうちゃん、ハロウィンタワーありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、こんばんは、ありがとうございます。ありがとうって、ありがとうございます、こちらこそ、ありがとうございます。もう一個 あるんですよね。2万円タワーだったので、よいしょ、ありがとうございます。それでは続いて次ね、次はスヌーピーを描きました。ありがとうございます。文章はスクショしてから見てください。ありがとうございます。できたかな。ありがとうございます。読めた？ありがとうございました。よいしょありがとうございます、かっこゆうちゃんさん、ありがとうございました。パチ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 、充電をします。スヌーピー上手だった？嬉しい、こんばんはなんか目の周りが黒く見えちゃう。マルチ5213、コウモリありがとうございます。そう、コウモリね、なんかうまく描けなかった。コウモリすごい、コウモリたくさんありがとうございます。いっぱいありがとうございます。ね、リオちゃん受けるんですよ、オーディション。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、清水先輩サラ先輩かな、どっち、サラさんなのかな、どっちなんだろう、サラ、シミサラさん、サラさん、うん、わかんないな。メイクなんか大人っぽい、ありがとう。ねえ、逃さないようにね。こんばんは、今日もカーチーねって、ありがとうあずみしか、あずみちゃんもね、かわいいよね。こんばんは、さらちゃん、こんばんは、こんばんは。食パン大好きか、センター感ね。食パン大好き、さらの、さらとちょっと似てましたね、喋り方が。かわいかった。血がまた増えそう、汗汗ってって感じです。しーちゃんって、何、しみさら軍団作れそう。確かにしみさら軍団作ろうかな。かっこゆうちゃん2万円とは、どういうこと、すごい、
16万待ってね、16万、いいんですか、申し訳ない、ありがとうございます、嬉しい、ちょっとスクショしよう、ありがとうございます、ありがとうございます、すげえありがたわーって、ありがとうございます、申し訳ないですよ、前の時もいただいたのに申し訳ないですよ、ありがとうございます、これは18万円分タワーかな、華やかになりました、ありがとうございます、本当にすごい、ありがとうございます、ずっと出てるこの子たちがすごい、本当にありがとうございます、これで達成かなって、ありがとうございます、達成したかな、びっくりです、ありがとうございます、びっくりです、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、そうイベントだったんですよ、ありがとうございます、これなんかハロウィンイベントでなんか達成したらなんかね果物がフルーツがもらえるみたいなイベントでした、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、31日、あでも31日コンサートじゃない、31日、30がコンサートだっけな、ありがとうございます、本当に、嬉しいです、ありがとうございます、遅くなってごめんねってありがとう、あ夕方終わるのコンサート、どうしようしようかな、あきまんさんかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます、かっこゆうちゃん明日までに書きますね全部ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、コンサート楽しみね、サラもめっちゃ楽しみ、あ、お腹鳴っちゃった、プロリンつい、あ、寝てないですよ、寝てないよ、明日は2周年、確かに明日は合格してから2年です、何かしようかね、何しようかね、何しようかな、何しようか、2周年なので、あ、サラね作りたいスイーツあるけ、何か作ろうかな、でも関係ないか2周年と、キッチョムさんこんばんは、こんばんは、どうしよう、でも明日絶対何かする、明日何かする、いや明日何かがあるので見ててください、これは明日2周年ってことは今気づいたんだけど明日は何かがあるので見ててくださいあーお腹なっちゃった、さっきコスプレ、コスプレか、どうしよう、多分明日は何かがあるので見ててください、
こんばんは。こんばんは。ほうって。え、あ、めっちゃお腹鳴る。楽しみにしてます。楽しみにしてください。ガチで。いや、大したことないかもしれない。何時から配信しようかもね。まだね、悩んでるんですけど。どうしようかな。いや、期待しちゃダメかも。じゃあやっぱりそう、大したことないよ。期待しちゃダメです。あ、全然大したことないかもしれない。期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメ。もともとないから。でも大したことないから。大したことないよ。明日待ってるよ。でも多分明日だと思う。わかんないんですよ。ちょっとまだね、まず聞いてなくてわかんないんだけど、多分わかんない。わかんないわかんないわからん。わからん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 。振りですか？振りじゃないです。チークが違います。これだったらそんなあれですよ。あの伝説のシーンの違う。ハンドル上げていくサラスタイルね。自らハードルを上げてしまった。そう、大したことない。もう本当に大したことないよ。だったら。さあちゃん、こんばんは。こんばんは。え、これってイベント達成できたんですか？できたかな。ありがとうございます。サラコン、サラコンか。でも曲がな。こんばんは。こんばんは。でもサラコンでもいいね。考えよう。どうしようかな。どうしようって感じだよ。配信してくれるだけで嬉しいです。ありがとうございます。革命さん、ありがとう。ありがとうございますね。どうしよう、悩んでる。でも何かね、企画配信をしたいなって思ってます。メンバー誰か家に呼ぼうって。誰がいいかな。誰か呼びたいね。呼びたい。22人でコラボ配信ね。できたらいいけど密って言われちゃいそうだな。やゆちゃん、ハニヤスダイさん、お化け、ありがとうございます。あ、22人でた、あ、22人で、なんだろう、何配信がいいだろうな。犬だ。サラもアンピーのね、犬撫でたいよ。撫めたいって言いそうだった。撫でたいよ。リンクが来まして、リンコちゃん、リンコちゃんとはウォーキングに行く約束してますよ。アリちゃんでも呼ぶって。緊張して話せない。ももさら、ももちゃん忙しいからな。どうしようどうしようどうしよう。でも考える、何か考えます。こんばんは、今日可愛いって、ありがとう。ありがとうございます。サブちゃんが配信、わかんないよ。サブちゃん配信したら意外にめっちゃ喋られるかもしれん。意外にめっちゃ釣りしかもしれん。誰かドッキリしようって、いいね。ドッキリ、ドッキリか。配信で、配信でドッキリ。おもちゃん実家ない。そうなん、わかんない。実家なのかな、おもちゃん。コーチってこと。そこそこって。プロリンの無理がないようによって。できるよ、全然ないですよ。こんばんは。こんばんは。ももっこめっちゃ親友の話よくしてくる。あ、それもよく聞くよ。ももっこはあれですよ、親友愛が強いので、よくね、写真も見せてもらいますよ。すごいね、みんなおしゃれですよ。あ、あと1週間で100日、2日、2日、11月の2日は100日配信をしたいと思います。そらハロウィン、ハロウィンの仮装配信を11月1日とかにやったら変ですか？どうかな？ねむこって、ねむこ？ねむこ？
バドしてる。そうなの？すごい。本当に？すごい。めっちゃすごい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。どうしようかな。あれやろうけど、今回の企画は31限定よ。今回の企画？31日ってその企画が何かあるんですか？あ、そうなの？そうなのか。そうなの？何かあるんですか？ショールームで。変じゃない？ハロウィン過ぎてもいいと思う。じゃあ1日にやろうかなとも考えてる。毎日やる。そうやってる。ゆうさんサポーターランキング全体で1位すごいって。あ、かっこゆうちゃん。そうなんだ。ありがとうございます。サポーターランキングなんてあるんだ。特番内でコスプレ配信をしているルームを巡回。おー、ショールームの特番？なんか、どうしよう。どうしようかな。じゃあ、11月2日にやろうかな。1周年ということで、100日ということで、ハロウィンコスプレ配信待ちって。特番？AKB グループの特番ですか？ただいまの達成者2人？本当にすごい、すごい。AKB の2人が MC の番組。おー、そうなんだ。誰だろう。全体で2人ってやばくないですか？ありがとうございます。本当に嬉しすぎます。30日ママの話しようねって。推しまた増えちゃったの？シオンカノンじゃなかったの？しようね。いいな。どうしようかな。めっちゃ悩む。受けない。そっか。こんばんは。こんばんは。どうって言われたらやばい速度で達成。イエー、ありがとうございます。嬉しいです。室井ちゃんはダンス前から受かるだろうなって。ねえ、受かりそう。みんな受かりそうだよ。どんな企画するの。こんばんは。こんばんは。ストーチおった復帰が勇気。ぜひじゃあサラで復帰してくださいよ、瀬戸内。STU ファン。ヤヤがサラっぽいトレーナー着てた？わかんないな。調子乗せて送ってほしい。トレーナー会えるか分かんないな。何した？あつしさんと AKB メンバー2人。そうなんだ。イケメン
さん可愛い、ありがとう。さあちゃん釣り師やね、ドキッとしたよ本当。え、釣り師じゃないですよ。いやそれね、釣り師になりたいんだけど、なんかなれんのよ。なんかね、釣れきれんのよ、ダメなんですよ。ゼロのサイズだとめっちゃ良かったよ、めっちゃ良かったですよ、めっちゃちょうど良かったです。ありがとうございます。押しかぶったことないね。え、そうなんだね、そうなんだ、それなーって。そうなんだ、もういいですね、お友達で同じグループ同じグループ押すの。しみさんの母さんに釣られてるよって、ありがとう。生きてるだけ釣られてる、ありがとう。13歳で止まってるから15歳だぞ、もう釣られてもかん。でも13歳の時の方がね、いっぱい考えて喋ってたよ。今の方が考えてない。釣りがうまいメンバー、うん、なんか分からん分からん、うん、で釣りがうまいメンバーはこの子ですって言ったらさ、なんかその子さ、その子のにさ、ちょっと営業妨害だからやめとく。どこのパンケーキだろう。時折見せるごめんなさい、ありがとう。イベントの時、でもね、すっごいね、クリスマス好きだったよ。クリスマスとかイベントね、好きだったよ。シティのクリスマスイベントすごいのだった。なんか泊まりのやつかな、なんかよくルール企画内容がわからないんですけど、海で釣りしたいっていいね。グラムなくなっちゃうの？さあグラム今回受けてるリオちゃんと一緒に行ったよ。リオちゃんと一緒に行った思い出です。グラムは美味しかったよ。お、20時55分、ありがとうございます。じゃあそろそろ読もうかな。今日メール送ってない、今気づきました。ごめんなさい。送れるかな。13位 OK さん、ありがとうございました。12位もやたろうさん、ありがとうございました。11位カルマーさん、ありがとうございました。10位チューチューさん、ありがとうございました。9位ゆうりさん、ありがとうございました。8位オレオーズさん、ありがとうございました。7位ヘリさん、ありがとうございました。6位アキマンさん、ありがとうございました。5位カッコユーちゃん、ありがとうございました。4位モリチ521さん、ありがとうございました。3位マムルンさん、ありがとうございました。2位シンさん、ありがとうございました。そして1位カッコユーちゃんさん、本当に本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。ちょっとなんかもう申し訳ないです、ありがとうございます。何か企画配信をするので待っててください。ありがとうございました、本当に達成嬉しいです、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、ちょっと頑張ってみる。